テレビをご覧の皆さん、こんばんは。巨人のヤクルト、この試合の模様を楽しくお届けいたします。この放送の解説は松川哲夫さん、石崎幸弘さん、そして実況山口不二でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もリポートよろしくお願いします。今日のゲーム、まもなく始まります。マウンド上の先発ピッチャー上原、つばめ打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。速球も変化球も狙い通りに投げ分ける精密なコントロールは天下一品。 V 奪還の絶対的な柱、上原浩二。衝撃のバットコントロールと足で安打と盗塁を量産。目指す領域にて、マウンドは先発ピッチャー上原。今日の第1球、初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクです。昨年の数字が出ていましたが、3割2分1厘のアベル、そして本塁打の数。ストレート打ちました。高いバウンドになりました。この打球はファウルになります。さあ、次のサイン、これは痛烈だ。これはセンターへ上がった。しかしこれはセンターが追いつきます。しかしこの打球は野手の正面でした。これでワンアウト。ああ、いい当たりでもね、これ正面では熟練の職人を思わせる守備と打撃、球団の枠を超えた卓越したリーダーシップ、円熟の名手宮本慎也。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割飛んで4輪のアベレージ、そして放った本塁打の数は2となっています。膝元へ決めてきました。2ストライク。さあ、外してくるのか。三球三振、見逃した。もう強気強気できてますよ。はい、インコースで三振です。柔らかいバットコントロールで広角に打ち分け、この回まず2アウトを取っています。初球はここは見ていきます。ワンストライクノーボール。トップバッターは外野フライ。その後三振を取っています。この球はどうでしょう。ストライクです。今の変化球はね、打つの大変ですよ。そうですよね、かなり変化しました。キャッチャーのサインは、あっと、これは痛烈な当たり、取ってファーストへ。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表が終了。スワローズ3人で攻撃を終了しています。そしてスワローズの先発ピッチャー石井和久、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。海の向こうで経験を積み、制球と緩急重視の投球に変貌。投手陣のリーダー石井和久、新天地で11回目のシーズンを迎えています。さあ、初球です。初球ボール、ここは1球外します。2投目はストレート、左への打球です。これは取れない、ワンバウンドヒット。さあ、ノーアウトのランナーが出ます。センターへヒットを打ちました。器用さと勝負強さ、いきなりヒットのランナーを許しています。1回の裏、最初の1球は何か。痛烈な打球、初球狙った。あ、これはファウルグラウンドです。いきなりランナー1塁としています。さあ、次はどう攻めるか。あっと、これはいい当たりだ。今度も高い打球になりました。レフトへの大きな当たりに伸び、入った入った入った、先制のツーランホームラン。ここで一発が出ました。左への当たりはレフトスタンドに消えていきました。1回の裏、先制のホームランが出ました。まずホームランで試合は動き出しました。今ホームイン、2対0。さあ、今のバッテリーなんですか。あ、バッテリーもね、配球を読まれてますよね。ですね。さあ、今のシーンです。全身全霊を込めて空気を切り裂くフルスイング。孤高の侍はヒット量産で巨人の新たな顔となる小笠原道博。なおもノーアウトです。どこから行った。初球振りません。ノーワンです。初回からいきなりホームランを打たれています。次のボールは強烈な台、打球はセンターへ上がったぞ。ワンバウンドヒットになりました。またランナーを出していく。初回から攻めていく。さあ、立
塚さん、今のバッティングはどうでしたか。今ヒットになりましたけどね、スライダーでしたね。はい、その球をヒットにしました。日本の投手にもなれ、桁外れのパワーでスタンドを沸かせる巨人の4番の栄光と重責を担うアジアの大砲、イ・スンヨク。抜けた、きれいに抜けた。ファーストランナー、セカンドベースを蹴った。さあ、ヒットになる。センターへのヒットを放ちました。今、まっすぐが高めに行ってたんですけどね。はい、そのストレートをヒットにされた今の場面でした。傑出したバッティングセンス、怪我をも。高橋由伸、10度目のシーズンを迎えています。さあ、初球です。強烈な打球、大きい、これは大きい。さあ、追加点ということになります。ファーストランナー、二塁を回った。中継に入る。セカンドランナー、今ホームインした。3対0、ライトへのタイムリーヒット。ここも点を加えます。初回から点差を開いていきます。ノーアウトランナー三塁一塁、追加点。広角に長打を放つバッティングに堅実なリード、攻守に大きな存在感を示すジャイアンツ捕手史上最強打者、阿部慎之助。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分4厘のアロー、そしてホームランの数10となっています。いきなり先制点を許しています。このボールはどうか。これはまっすぐ。さあ、ツーナッシングとなりました。次はどんなボールを持ってくるか。外、2エンド1。さあ、第4球。空振り。ボール球を振らされてしまいました。さあ、もう一回今のシーンです。巧みなバットコントロールに堅実な守備。内外。ジャイアンツ、3点を追加しています。どう組み立ててくるか。打ちました。最悪のコースに行ってしまった。二塁へ送ります。そして一塁転送。もう一度振り返りましょう。さあ、スワローズ、次の攻撃は4番から始まります。常にセンター返しを。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割6分7厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が26となっています。まずは初球見送りました。いやー、西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。今のフォークもいいと思いますけどもね。まっすぐ持ってきました。平行カウント1エンド1。どうですか、西崎さん、先ほど初回のピッチングはいかがでしょう。1イニングだけですけども、いいんじゃないでしょうかね。はい、この序盤のうちにペースを作っていきたいところなんでしょう。さあ、次の4球目は変化球、打ち上げました。これでアウトが1つ。ラミレス、キャッチャーフライに終わりました。ワンアウトになりました。さあ、初球です。まずは見送りました。ワンストライクです。今日最初のバッターボックスに入っています。2球目はどうか。あっと、これは痛烈な当たり。打球はレフトへ上がってどうだ。取った。リアル、レフトフライに終わりました。監督の重責、捕手の職責、ベストを尽くして両立させる。正捕手の座はまだまだ若手に譲らない古田敦也。古田、今年で18回目という今シーズンです。まず初球。まずは初球ストライク。これはバッター動けません。次の第2球、低めインコース。さあ、2ストライク、追い込みました。さあ、勝負するんでしょうか。またストーンと落としてきました。2エンド1です。さあ、4球目。あっと、空振り三振。3アウトチェンジ。外の球、当たりませんでした。2回の表終了。目指すはハイレベルで走行守備です。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、どこに入れてくるか。低いボール、まず内へ持ってきました。さあ、カウントはワンナッシング。2球目入れてきました。2ストライクです。さあ、決め球見せるか。さあ、この当たりは、これはファウルグラウンド。さあ、4球目。あっと、スイングアウト。最後はスライダーで決めました。さあ、もう一回今のシーンです。次のバッターに変わります。上原、今日の第一打席に入りました。まず先頭バッターから三振を奪っています。初球はどうでしょうか。最初はボール、この球は外しています。第2球、強烈な当たり。この打球はレフトへの当たり。これ長打になりますよ。さあ、ヒットが出ました。ショートが中継。ジャイアンツ、ヒットの数を6として、左
ここで打順が一巡します。谷、大阪府出身。何を投げてくるか。初球変化球は空振りです。ちょっと合わないようです。2投目はデッドボール。デッドボールです。このデッドボールでランナーが2塁。ちょっと今のデッドボール。山口さん、はい、で本人もかなり痛がっていまして交代するということです。ああ交代ですか、わかりました。またプレーしてほしいですけどね。ワンアウトです。さあ4投目、強烈な打球、伸びているファーストランナーの足の裏に絶対無理で、どうぞ。2打席連続で放り込んだ。満員の東京ドーム、一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。2回の裏ホームランが出ています。序盤から試合を優位に進めていきます。今ホームに戻ってきました。6対0、選手全員が出迎えます。3点を追加します。一気に6点差となりました。さあ今のシーンです。スワロー、今日最初のピッチャー交代です。カナダ、これは打順が移ります。小笠原、バッターボックスに入っています。一つ前の第1打席、センターへのシングルヒットを記録しています。最初の1球、初球振りません。1球外しました。小笠原、一度の出塁がありました。今日のゲームです。2球目はどうぞ。変化球でしょうか、決まりました。ボールカウント1&1。3球目ボールになります。1エンド2になっています。バッティングカウントからの4球目、これも強い当たりだ。あ、これはファウルグラウンドです。次が5球目、スイングアウト三振。最後はバットに当てさせませんでした。さあ今のプレイご覧いただきましょう。バッターイ、2回の裏ツーアウト。イ、今日は1回塁に出ています。最初のボールはまずはストライク。ボールカウントワンストライク。さあ2球目、これはストレート。ストレートで2ストライク目を取りました。さあ1球様子を見るのか。さあこの打球は、打球は1、2塁間へ。この回3本目になるヒットになった。イ、ライトへのヒット。さあランナーは出ました。高橋由伸、打席に入ります。初回の1打席目、追加点となるタイムリーヒットを打っています。この回7人目のバッター。2球目はどうか。これは落ちるボール、右へ上がって、これはスタンドに入ります。今のはファウルになります。さあここはどうリードするんでしょうか。しかしこれは外れています。2エンド1になりました。次の4球目、これも痛烈な打撃、これも高い打球が上がります。この打球もライトへ行った。またしても入りました。オレンジ一色に染まったライトスタンドに飛び込みました。2回の裏、これでこの回2本目のホームラン。さあホームベースまであと少し。そして今ホームイン、8対0。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を追加します。この回5点目、点差は大きく開きました。打順が移ります。これが2回目の打席。最初の球はまっすぐを打って右に持っていった、ライトに上がった。行ったか、行ったぞ、これは行ったぞ。これで3本目、この打球はライトスタンドに吸い込まれました。2回の裏ホームランが飛び出しました。序盤から楽な展開にしています。今ホームイン、9対0。今のホームランはどうでしょうか。ああバッテリーあたりはね、もう少し配球を考えてね、配球してほしかったですね。さあもう一度見てみましょう。次のバッターに変わります。ゴン、この前の打席はいい当たりだったんですが、サードへのダブルプレーに倒れています。どこから行く。まずは外から来ました。ワンボールです。
2投目はこれもスライダー、2球変化球できました。さあ次の3球目、またスライダー、ワンエンドツーになりました。さあバッティングカウントどう攻める。高めを打ちました、レフト線に上がった、この当たりはファウルです。さあ何を見せるか、鋭い当たり、左へ、レフトに上がっています。ツーアウトからヒットが出ます。ジャイアンツ今日打ったヒットの数を次のバッターが入ります。矢野右打席に入っています。2回の前の打席、空振りの三振に倒れています。まずどこに構えるか、まだツーアウト、長い攻撃になりました。右上、これも強烈な打球、サードへの当たり、取った、ファーストへ送ります。一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さて試合は粘り強さ、真中、プロ野球生活も15年目となりました。最初の1球は何か、初球見送っていきます。西崎さんにお伺いしましょう、今日のピッチングはどうでしょう。いいと思いますよ、安定感もありますからね。ですよね、ここまではいいピッチングですよね。さあ第3球、これはカーブでしょうか、ボールカウント2エンド1。さあ次の4球目は低めの球は打ち上げました、この打球はライトに上がった、ライトです、ワンアウトです。真中、ライトへの飛球に安定感の高い守備、巧みな打撃と俊足、センス抜群の走攻守に磨きをかけ定位置ダッシュ、田中裕康。2球目はどう攻める、見ましたがストライク、バッターは慎重に見ています。さあ外してくるのか、三球三振、ストレートで空振り三振に来て取りました。花田打席に入っています。先頭バッターは外野フライ、その後三振を奪っています。どこから攻めるか、低めのボール手を出した、ライン際の当たり切れるか。さあ2球目、ストレート、このボール球には手を出しません。花田、今年で8回目のシーズンとなりました。3球目はどうする、決まった、外いっぱい、落ちる球で2ストライク目を取りました。さあ4球目、打って三遊間へ、取って一塁へ送ります。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。3回の表が終了、スワローズこの回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏、ジャイアンツの攻撃開始します。ジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしています。第1球、まずはシュートから入りました。石崎さんにお聞きしますが、今日のピッチングを見てどうですか。まあ本来のピッチングとはちょっと違いますけどもね。はい、この後も慎重に投げなければいけません。得点差は9点、ジャイアンツがリードしています。まあ同じプロがね、試合が変化球打ちました、これはファウルグラウンド、ファウルになります。さあ次の4球目はいい当たり、ピッチャーの横、あっと弾いているが、打ったバッターはどうする、ランナーが出る、さあノーアウト、センターへのヒットになりました。強肩が自慢の守備、パンチ力と柔らかさを兼ね備えたバッティング、大いなる可能性を秘めた、これもいい当たりだ、ファーストランナーセカンドベースを蹴った、打ったバッターは二塁へ向かいます。ボールが返ってきたがツーベースヒット、ノーアウトランナー三塁二塁、この回もチャンスを作りました。さあつなぎました、ノーアウトでランナーが三塁と二塁にいます。さあどこから来るか、行きました、この打球はさあ2点タイムリーになるか、レフトバックホーム、ダイレクトに行った、10対0。そして次の3番小笠原、3回の裏ノーアウトです。バッターの3番小笠原、まず初球、初球から入れてきました、ワンストライク。小笠原、一度の出塁がありました。今日のゲームです。さあどうでしょう、変化球、これは決まりました。シュートで追い込んでいます。果たして3球勝負するのか、外へのシュートを外れます。バッテリー外してきます。さあ4球目、これも鋭い当たり、あーこれはファウルグラウンドです。カウントはそのまま2エンド1、あっと空振り三振、ボール球を振ってしまいました。さあ今のシーンです、ワンアウトで次のバッターが入る、今日は2回塁に出ています。
に出てくるんでしょうか。初球、村本インコースに来ました。ワンラッシングです。どこに構えるか。この球は入りません。ワンエンドワンになりました。さあ次の3球目、外への変化球を外れました。ワンツー。さあバッティングカウント、鋭い打球、これは高い打球だ、これはファウルグラウンドだ。さあ5球目、2者連続の空振り三振。空振りの三振に切って取りました。アウトが1つ増えて次のバッターです。高橋由伸、3回の裏ツーアウトです。バッターの5番高橋由伸、1投目はどうでしょう。最初から丁寧に攻めてきます。ワンストライクノーボール。このボールはどうか。痛烈な打球、これはいった、これはいったぞ。さあタイムリーになる。スタンドには届きません。さあバッターランナーは2塁へ。さあセカンド中継する。11対0。そして打順が変わります。左の打席です。2回の2打席目ホームランを放っています。どこに入れてくるか。最初はインコースから来ました。ノーストライクワンボール。2球目です。ストライクになります。ツーアウトランナー3塁1塁です。どうですか達川さん、ジャイアンツの攻め方はどう見ますか。やっぱりこの点差があってもね。やっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ、シュートボールで空振り三振です。しかしジャイアンツ2点を追加、11対0、点差を開きました。4回の表スワローズの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。青木ボックスに入ります。今日の3回までのピッチング、ヒットは